新平のファーストインプレッションは新平とやつとソータがずっと言ってた、分かんなかった誰かずっと言ってた、特にやつと新平覚えてる、沖縄でさ、うん、その3人がさボランチ組んでさ、はいはいはい、なんか誰からパス受けたっけっつって俺にアシストしたやつ誰だっけって言って、沖縄 SV の時俺点取ったんだけど、はいはいはい、あのでヤチがパスしたんだよね、そう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 、でも誰どっちだと思って聞いてきたもん、えどっちだっけっつってヤチですって、ね、で新平ユースはユース京都っす、京都全部京都っす、もう京都出身、いや奈良っす、奈良、はい、でも奈良すぐそこでしょ、奈良そこで小学校の4年生のなんか SP スペシャルコースみたいなのあるんですよ、うん、スクール的なから456で、で中学京都で、中学から本格的に京都参加で、で高校も京都って感じです、でデビューは17か18かな、西登録みたいな、そう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 、あでも京都ね、俺の時はねやっぱね久保くん、え久保くんの世代ですか、1個上、あの世代はヤバかったっす、すごかったよね、えスーパーじゃいなかったもんだって、あの久保くんもでもトップ行ってたと思うんす、トップ行ってたから、はあ、15歳ぐらいデビューしてるでしょ、15、16で歳だろう、なんかクラブユースとかでももういないみたいな、うん、京都は育成含めてマジでいいっすね、確かに、だってグラウンドそこあって、そこから10分ぐらいで寮行けて、で学校そこにあって、横浜市の時俺1時間以上かか1時間ぐらい半ぐらいかけて行ってたよですか、やば、普通の高校行ってで電車で横浜行って、やばで、それでそこから乗り換えてまたついて、俺らもだってチャリ圏内ですもん、全部がそれいいよね、うん、それが多分食事もすぐ取れるし、で寮もそれ理想だよね、いやマジ理想っすね、俺だって帰ってくるの10時とか10時半だよ、ガチっすか、だって練習スタートがやっぱ遅いから6時ぐらいだから、ほんといろいろいたからね、だって東京から来てる人もいたし、ああはいはいはい、湘南とか遠っ来てから来てる人もいたし、そう思ったら京都やばいっすね、いい、いや京都いいね、めちゃくちゃいいっすね、だって今も7、8人いますよね、アカデミー出身、トップね、カズナリとかだって、いやそうそう、カズナリも頑張ってるし、それでもクラブの結構理想だよね、うん、いやマジ理想っす ね、結構それがなかったんで、ここ俺ずっといた時、ここ5、6年マジでいても1人2人とかだったから、で今何年目、西登録入れたら6年目ぐらいです、で今京都の10番でしょ、はあ、もう秘蔵っ子だね京都の、いやもっと頑張らないと、京都3階FCのもっと頑張らないとダメっすわ、新平は、まあ、まず、まあ、京都の選手全員だけどよく走るよね走るっすね、走る、いやそれは全員っすよ、うん、上手い選手なんていっぱいいんじゃん、うん、いますいます、いやそれも張さんに言われたんですよ、やっぱ上手い選手なんてゴロゴロいるし、そんなんプレーしててもやっぱ J1 J リーグで埋もれちゃうよみたいな、で俺もここで改めて気づかされたよね、やっぱ戦えないとダメだな、うん、いや結局そこは大事ですよね、いやワールドカップとか見ても思いましたもん、アルゼンチンとか結局気持ちなんだなっていう、最終気持ち、最終やっぱそこだわと思って、でも目の前のやつに取られないとか、うん、いやとかプレーさせないとか、そう技術ももちろん大事だけど、だそこ持ってるよねやっぱり、だって張さん何年目、3年目、3年目っす、いやでも叩き込まれてるよね、叩き込まれたっすねでも新平の俺が好きなところは結構ブレないじゃん、プレスもガッていくし、攻撃でも前行くし、湘南戦もチャンス作ってるし、でシュートも打つじゃん、入ってないけど、はあ、入ってないけどでもそれがなんかこうならない、若いのに、はい、結構ちゃんとコンスタントにやってるのが、で怪我も少ないし、それは俺若い時なかったから、怪我多かったし、すごいやっぱアップダウンある選手だったから、まあ、でもそっからね数字とかついてきたらもっといいんですけど ね俺とか10番だもんね、そうそうそう、まあまだこっからなんで、うん、増やしていきますよ、コウスケ君にアシストでいつだっけな、練習でめちゃくちゃプレス行ったじゃないですか、キーパーまでとか、あ奈良 FC、 そう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 、奈良クラブ時とかもやっぱスイッチ前が入れてくれたら、うん、結局後ろつながってくれるんで、でもそれはねやっぱ俺京都に来てからよ、あそうなんすか、やっぱ最初上から見てんじゃん、うんうんうん、で
結構難しかったじゃん最初、はいはいはい、で多分新平とかも戸惑ってたじゃん、うんうん、なんかあれ うまくいかないなみたいな、ね、であとやっぱり張さんの言葉とか、うん、引き出されたよね、あこれやんなきゃなってひっくり返されることもあるじゃん、うん、あるすあるすでも行かなくちゃいけないじゃん、うん、だそれをどれだけ、はいはいはい、もうなんていうの本気で行けるかみたいな、いやそうそこじゃん、でももう結局本気で行って裏返されたら戻ればいいっていう感覚にみんな慣れてるのはめっちゃいいことだなと思う、だそれを多分前が躊躇してたら続かないじゃん、うん、そう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 、で結局戻なんかそれ戻るのも 100% 出せないし行くのも 100% 出せないしみたいな、だからなんか守備してるっていう本当に刈り取ってる感じだよ、ね、俺らが言って、いや張さんが言うのは本当攻撃してるみたいな感じですよね、そうそうそう、それのイメージが、うん、その感覚がやっぱ京都来て出たよね、あでやっぱ新平とか俺は安心感あるわけよ、ついてくるっていう、はい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 、守備の時もやっぱガッて行って俺がさかわされてもさ後ろ見たらもう来てるわけ確かにで今日も来てるし、うん、あれは新しい感覚っていうか、うん、ここに来てだよね、もうこっちがアクションしてるから、あ、はいはいはい、だからさキーパーが横に出してさあ行かなきゃじゃなくてキーパー出せよぐらいの思ってるから、いや分かりそう分かりそう、早く出せよってこっちがねもうアクションして、そうこっちが攻めてるみたいな、はいはいはい、だから多分ねきつくないんだよね、来た時全く喋らない人だと思ったんですよ、変わったのかな多分、だから英語でドイツ語の勉強するわけ、何が違います、守備でスペースを消す、でもヨーロッパはボールにガツっていく、はいはいはい、